新潟スタジアム。新潟スタジアムは、新潟県新潟市中央区の鳥屋の方公園のうち、新潟県スポーツ公園の園内に所在する、陸上競技場、球技場としても使用される、東京都中央区に本社を置く、電化株式会社、旧電気化学工業が施設命名権を取得しており、2014年1月1日から、電化ビックスワンスタジアムの故障を使用していい。 日本プロサッカーリーグ、J リーグの正会員クラブであるアルビレックス新潟がホームスタジアムとして使用している。施設は新潟県が所有し、アルビレックス新潟都市緑花センターグループ指定管理者として運営管理を行っている。2009年の第64回国民体育大会と決めき新潟国体の開催に備えて3万人規模の スタジアムとして設計された。後に 2002FIFA ワールドカップの会場となることが決定したため、別途準備していた4万人規模の設計に差し替えて建設され、2001年に完成。隣接するトリアの方に飛来する白鳥が羽を広げる瞬間と、スタジアムの屋根の形状にちなんだ愛称、ビッグスワンが一般公募によって命名された。2003年には、 陸上トラックも付設された。2004年に国内初の国際陸上競技連盟、IAF のクラス1認証を受け、将来的には国際規模の大会の開催も可能になった。2017年現在、日本国内で IAF のクラス1認証を受けている陸上競技場は、東スタジアムのほか、長い陸上競技場の2カ所である。会場当初の愛称。 ビッグスワンは広く浸透しており、後日の施設命名権導入の際にもこの相性を活かす形で故障が設定されている。また、所在地の地名にちなんで、セイゴロウと呼ばれることもある。なお、アルビレックス新潟サポーターの間では、単にスワンといえば、トースタジアムを指す。また、同クラブのマスコット、アルビ君の妻は、トースタジアムの相性にちなんで、 スワンちゃん名付けられている。2005年、県は新潟スタジアムと隣接するサブグラウンドに施設命名権を導入する方針を決定した。毎年2億円前後の赤字運営が続いていたことから導入を決めたものである。同年12月から県内外の計80社に取得を打診したものの年間1億2000万円。 契約期間5年以上という条件については、新潟県内で知名度が高いとはいえ、県外では知名度がさほど高くなく、この条件は割高ではないかという会議的な見方が強く獲得に名乗りを上げた企業は現れなかった。2007年1月、新潟県を事業地域とする東北電力が命名権を取得する意向を表明し、同月17日に正式に売却申し込みを 行った。東北電力は、新潟スタジアムがアルビレックス新潟のホームスタジアムあることや、2009年に開催される国民体育大会、ときめき、新潟国体のメイン会場であることを考慮したとし、これらを通じて地域の活性化に貢献したいと取得の目的を説明した。締め切りの1月24日までの間に応募した企業は他になく、県は、 東北電力の応募内容を審査した結果、2月1日に年間1億2000万円、契約期間3年、2010年3月10日までで、東北電力と合意した。県と東北電力が協議した結果、すでに愛称、ビックスワン、ビックスワンが定着していることを尊重し、新潟スタジアムの故障は、東北電力ビックスワンスタジアム、東北電力ビックスワンスタジアム、 英文表記、土北電力ビッグスワンスタジアムに、サブグラウンドの故障は、東北電力、スワンフィールド、東北電力スワンフィールド、英文表記、土北電力スワンフィールドにそれぞれ決定し、同年3月11日から変更された。また命名権による故障を採用したのに伴い、スタジアムには公式の略称として、東北電力スタジア、東北電力ビッグスワンと、加えて、 新聞のスコアテーブル等に使用するごく短い略称として東北電子の計3種類が別途制定された。なお全者2つには優劣は設けられず略称を使用する場合にはいずれかを選択して使用できるものとしサブグラウンドには略称は設定されなかった。東北電力は2008年秋以来の不況による電力需要の落ち込みや原油高の影響で 2009年3月期決算で初の経常損失を計上するなど、経営環境が不透明になったことから、2010年春に1回目の契約を満了するトースタジアムの命名権契約の処遇を検討してきたが、10月30日、同社新潟支店長の矢萩康夫が定例会見で年間90万人の集客力を有し、新潟県民に身近な存在になっている。 契約額に見合う PR 効果も確認できたとして契約を更新する旨を表明した。契約内容は権利取得時と同じ年間1億2000万円、契約期間3年、2013年3月10日までで、その後細部調整を経て契約更新の手続きが行われた。しかし2011年3月11日の東日本大震災や、 同年夏の平成23年7月に新潟、福島豪雨で、同社管内の発電所が被災したのに加え、火力発電所の稼働コストが上昇するなどした影響で、東北電力グループの営業状況が悪化したことから、東北電力は2012年9月30日が、期限とされていた、命名権契約の優先交渉権を行使しない、旨を決定した。また、 経済産業省の電気料金審査専門委員会は東京電力の家庭向け電気料金料金値上げの査定方針に広告宣伝費の電気料金への転嫁を原則認めない方針を盛り込んでいる。これはすべての電力会社に対して適用される。実際、ネーミングライツの契約更新をしてその上さらに電気料金を値上げしたのでは利用者から強い反発が 出るのは確実であり、更新は現実的に極めて困難となった。これらを踏まえて、東北電力は、新潟県に対して、厳しい経営環境にあるため契約更新は困難、として、契約継続断念の意を伝えたが、県は、県政の財源確保の観点から、現行の名称は、県民に広く定着しているとして、東北電力に対して、 契約額の減額を認めた上での契約継続を要請した。これを受けて、東北電力は契約延長を決定したが、契約期間は2013年3月1日から、同年12月31日までの10ヶ月間、年額2000万円と、期間、契約額とも大幅に削減し、2014年以降は、契約を更新しない方針を明らかにした。 この契約延長に伴う支出は全額を東北電力の負担とし、値上げ後の料金への減価算入などの形で利用者への負担としない方針が取られた。なお、東北電力グループは2011年シーズンまで宮城球場クリネックススタジアム宮城のスコアボードに広告を掲出していたが、翌2012年シーズンは契約更新を見送っている。このように、 東北電力が、命名券スポンサーからの撤退を決定したのを受け、新潟県とアルビレックス新潟は、共同で契約料、年額7000万円以上、かつ3年以上の契約を結ぶこと、及びビッグスワンの名称を残すことを条件として、2013年7月31日から8月30日までの1ヶ月間にわたって、新命名券協賛スポンサーの募集を実施した。 その結果、新潟県に問川市に主力の工場を持つほか、五泉市に関連会社、電化政権の工場がある電気化学工業、2015年10月、社名を略称としていた電化に変更が応募した。締め切り日の段階で、同社以外の応募はなく、同社に対する審査が行われた。そして9月11日、県は、 電気化学工業への命名券売却を決定し、契約期間を2014年1月1日から3年間、契約料を年額7000万円とする条件で、基本合意に至った。新たな故障は、同社の略称を冠した、電化ビッグスワンスタジアムに決まり、その後協議を経て、11月7日に行われた、基本協定締結の記者会見において、同社のカタカナロゴタイプを冠した。 施設名称のロゴタイプのほか、英文表記、デンカビックスワンスタジアム、公式略称、デンカビックスワン及び、殿下ス、サブグラウンドの故障、デンカスワンフィールドなどが発表された。2016年10月に、新潟県、アルビレックス新潟と電化との、命名権の契約更新を行ったと発表。契約金は、年額7000万円で変更はなく、 期間は2017年1月1日から2019年12月31日までの3年間。2019年10月19日付でに、新潟県アルビレックス新潟と電下との命名権の契約更新を行ったと発表。契約金は年額4730万円で、期間は2020年1月1日から2022年12月31日までの3年間。 スタジアムの屋根の形状と白鳥の姿を模したシンボルマークとロゴタイプのビッグスワンスタジアムの部分については命名権導入以前のものをそのまま使用している。県では当スタジアムの名称をマスメディア等で対外的に表示する場合、正式名称の新潟スタジアムと旧愛称ビッグスワンを単独で使用しない旨を方針付けており、 原則として命名権による故障のみを使用するよう協力を求めている。合わせて、正式名称を使用する場合においても、デンカベックスワンスタジアム、新潟スタジアム、新潟スタジアム、デンカックスワンスタジアムのように、命名権による故障を併記するよう求めている。地図、ガイドブック制作大手の秋文社では、施設命名権導入当初は前日の規定のうち、後者に習い、 同社観光の地図、マップルなどにおいて、当スタジアムの名称を、東北電力ビッグスワン、新潟スタジアムと、公式役所と正式名称とを併記する形で、印字していた。その後順次、正式故障の東北電力ビッグスワンスタジアムのみの印字に変更されている。前述のように、県では、正式名称、新潟スタジアムと、愛称、ビッグスワンについては、 対外故障として単独使用していないものの、新潟県都市公園条例上の施設名称は、命名権導入後も変更せず、それぞれ、新潟県立鳥屋の方公園新潟スタジアム、新潟県立鳥屋の方公園サブグラウンドを維持している。また、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会、 AFC チャンピオンズリーグなどにおいても正式名称を使用する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。